ラドムの中心外,外の修道院ラドムは、ポーランドの都市。中世には政務が幾度か開催された。元は、キエル世間に属したが、1975年の再編によりラドム県の県都となり、1998年からは、マゾフシェ県に属している。人口は、約22万7千人。ポーランド中東部の工業都市であり、金属、化学、 比較工業などが盛んであった。しかし、東欧革命後の急速な市場経済導入に伴って多くの工場が閉鎖を余儀なくされた。そのため、学術、商業を中心とした新たな街の方向性が模索されており、大規模な航空ショーも開催している。近隣の都市としては、約100キロ東のルブリン、120キロ西のうち、70キロ南西のキエルツェ。 90キロ北のワルシャワなどが挙げられる。1155年、初めて資料にその名が見られる。中世より交通の要所として発展し、1340年には、ポーランド王カジミエシュ三世の下で新たな町が建てられた。14世紀後半に都市特権を得た。1386年に成立した、ポーランド・リートアニアの同訓連合において、ラドムは、 幾度か重要な役割を果たした。1401年、この地でポーランドとリトアニアの連邦同盟が調印されたほか、幾度も政務が開催された。とりわけ、1505年に定められたニヒルノビ法令は、国王が上院、下院の両院が同意することなしに課税することを禁止する重要な内容を定めたものであった。1795年、 第三回ポーランド分割によってオーストリアに併合された。この年にポーランドは完全に独立を失った。その後ナポレオン戦争時に成立したワルシャワ公国の統治下に置かれた。1815年より発足するウィーン体制下ではロシアの統治下へと移った。第一次世界大戦を経てポーランドが独立したことに伴いポーランドの都市に戻った。 独立後は工業化が進み、とりわけこの町で、ポーランド軍の銃器が生産された。第二次世界大戦後は、共産党政権の下で、計画経済に従った、工業発展が図られたが、徐々に行き詰まりを見せた。1970年代になると、ラドムの労働者は政府による、日用品値上げに対して、デモやストライキを行うようになり、 とりわけ1976年3月には、暴動にまで発展する事件となった。東欧革命後、従来までの重工業が停滞する中、航空省の誘致や文化振興など、新たな産業育成が図られている。大規模な航空省が開催される都市としても知られ、この際には、ヨーロッパ各国の空軍も参加する。しかし、2007年9月1日に、 アクロバット飛行中の飛行機2機が衝突、1機が空中分解するという事故が発生した。ワルシャワからラドム、キエルツェを経由してクラクフへと向かう列車が運行している。ワルシャワまでは約2時間弱、クラクフまでは約3時間程度。ラドミニア・ラドムがラドムを本拠地とするサッカークラブ。ロシア統治時代の1910年に創設された。 歴史あるクラブ。しかし、成績は振るわず近年は主に2部と3部を往復している。ありがとうございます。